次は大きく逃げるための、例えば1対1でディフェンス出てきました、こうやって大きく逃げるじゃん、逃げるための足のつき方で、次は斜めに行くんだけど、かかとから行って前、一回ずつ切っていいから、こう行って、さっきのはこうね、でも逃げるから、かかとから行って前、次かかとから行って前、 OK？ 違い分かりながら、違い理解しながら、頭でで体でやってみて、 OK？ そう、ナイス。いや、みんないいね。こう細かく言うと、フェイントするときにこうやってここで止まるんだけど、この足で、まあ後でも言うんだけど、この足でディフェンス見ながらついてこないときにここを足伸ばしてほしいの。そういうのを今みんなが結構体現してくれたから、花丸です。